はい、皆さんこんにちは。ピノです。タカです。エンディブログです。今日は、私たちの基地の中、基地は狭いけど、このシーズン2をスタートした時に皆さんにどういう動画を見たいかを聞いて、私のドイツ料理を見たいという声があって、ドイツのケーキを作ろうと思ってます。ケーキ作りは本当に好きなので、今日は私の一番好きなドイツのケーキを作りたいと思います。今からスーパーに行って買い物をします。まずは買い物に行きましょう。はい、行きましょう。ということで、今はねイオンにやってきました。ちょっと早速ね、必要な材料を買ってきますか。まずは何を買いに行きますか。果物があれば欲しいかも。ケーキと関係ないけど。関係ないんかい。マンゴー300円。マンゴーでも剥くのめんどくさいから。匂いしてる。日本にラズベリージャムがない。あんなに種類のジャムがあるのにラズベリージャムが1個もない。どういうこと。日本終わりましたので、早速ケーキ作り行こう。イエーイ。では必要なものは、そうだね、まずラインナップ紹介した方がいいよ。そうだね、卵5個。卵5個です。塩が使われてないバターは大事です。じゃあバターじゃなくてマーガリンを使ってる。お金の問題。小麦粉、普通の小麦粉。小麦粉。これ。砂糖。このケーキに一番大事なのはこれです。アーモンドがこう、まあ、パウダーになってる。スパイス。シナモンと、日本語わからない。後で調べてそこに書く。ちょっとだけ塩。ジャムなんだけど、本当はラズベリージャムだよ。ラズベリージャムが使われてるけど、日本に何かの理由でラズベリージャムが食べられてない。代わりに買ったのが、ブルーベリーとストローベリーを混ざって買おうかなと思って。あ、ちなみに名前はまだ言ってないよね。何のケーキを作るか。ドイツ語でレンサートワテというケーキです。始めまーす。卵からスタートです。1個の卵は丸々入れる。それ以外4つの卵が黄色いところだけを使うから、この分けなきゃいけない。難しい。タカはできないでしょ。私もできないかもしれない。なんかいい方法があれば教えてください。卵と砂糖を混ぜます。次のステップはバターもちょっとこうふわふわになるまで混ぜること。めっちゃバター使うやん。もっと使うよ。バチャーって言ったぞ。バチャーバチャバチャ。もう一個のバー全部使うの、ね、でその後のもう一個のバーのちょっと使う。そんな使うのバター。そう、バターはメインだよ。バターと砂糖の塊だよ。バターちょっとこうふわふわになったから、これもこれに足してミキサーで混ぜます。次は小麦粉。バター入れた。フラワーねを足す。結構な量と、アーモンドフラワーも足す。私はシナモンが好きだから多めに入れて。スプーンから落ちてるけど大丈夫。さすがドイツ人。なんとなくスプーンいらねえじゃん。と、塩本当にちょこっとだ。スプーン使わねえんかい。これぐらいかな。そんな少しでいいの。うわ、何の匂い今の。クリスマスの匂い。日本人の人はあんまり、ね、嗅いだことがない匂いで、めっちゃ美味しそうな匂い。もうあれミキサーで結構しっかりから手でやるしかない。はい、手で混ぜてます。なんか柔らかすぎる。柔らかすぎるからちょっと小麦粉を足そう。その段階でもううまいのかな。うまいよ。食べる。食べてみたい。はい。リアクションがないわしかない。
いや、うまい。うまいけど、やっぱりさっきのなんかドイツのスパイスの香りがすごいするね。これは冷蔵庫に入れて2時間ぐらい待つ。あの、硬くなるまで。本当に硬くなるのかな。で、その後は続ける。その間にはこれを食べる。うまい。はい、2時間経ちましたので、これ硬くなったかな。あの、量が結構多い。で、それはあの、私のあれが全部小さいから全部使っていこうかなと思います。え、どういうこと？これをこういうトレイに入れていくってこと？そうそう、全然さっきよりこれなんかもちもちしてる。硬そうだね。はい、空っぽになりました。はい、そして粘土がこの形。とりあえず半分にしよう。半分にして、多分これ半分で、この2つも半分。はい、その上にやっとジャムを作れません。顔が梅干しみたいになってたよ。はい、開けてください。そんな形です。あ、同じだ、まあいいか。さっきに言った通り、私は欲しかったジャムがないから、ちょっと混ぜていこうかな。美味しそうなミックスベリージャムができた。それをこの上に。で、この上にあの、かぶせたい、こういう、なんていう、なんていう、その形、このカカカカカカみたいな、カカカカカという形、カカカカカという形。いけるかな。だからカカカカカの形にするために、長めにこれは使おう。失敗したってことだね。今後で使うってごまかしたけど、失敗したってことだね。つけてる。こわ、手切らないようにしてね。このナイフそんなに切らないから大丈夫。これをこれに乗せる。ちょっと太くない？大丈夫？そんなもん？まあ、もうちょっと薄くて。できました。これはカカ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 カという形だよ。おめでとう。日本語でわかれば教えてください。と、できましたけど、これが余った。食べるわ。食べる。いらない。それでも食べても、まだ焼く前だから美味しくないでしょ。うまい。後でお腹痛くなる。で、まあ、さっき説明した通り、これカカ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 という形で、このケーキもカカカカカカカという形になりました。で、ここにちょっとだけなんか形を変えて、星を上につけただけ。これは家で食べる。これは明日友達にあげる。だからこれは完璧にならないと。今からオーブンに入れて、出来上がったらまたお見せします。180度で、50分ぐらいかかるって書いてあったから、まあ45分で1回チェックする。スタート。もうできそう、できそう。めちゃくちゃいいのしてきた。焦げ臭いよ。焦げ臭い。なんか違うよ、それはケーキの焼いた匂いだよ。あと1分って書いてあるけど、多分もういけると思う。色もいい。めっちゃ熱いから。よくない？ケーキ作りが終わりましたので、早速食べたいと思います。悪くない。甘いし、ジャムの味だし、美味しい美味しい。今からここでゆっくりして食べて、これでビデオが終わりになります。楽しかったのかな。楽しかったのかなね。全然自信がないから、この動画が面白かったならちょっと教えてください。で、次にまたこういう料理の動画とかを見たいなら、何が作ってほしいかもなんか教えてくれたら嬉しいかも。
もっとケーキとかクッキーとかの作り方か、ちゃんとした料理の作り方、ドイツ料理か、普通に普段作ってる料理に興味あるか、いろいろ教えてくださいね、コメント欄で。じゃあ、また次の動画で会いましょうね。